日は天童にお招きいただき大変嬉しいござる。そうですか。はい、多分準備者とは力強い。ここへ来た絶対じゃ。4四角。佐々木殿、9一の香車を取ってくれようとはなんと親切な。6三銀。なんか練習してたんじゃないかなという気も、いや一人でござるとかね、もしかして言ってたのかなとかね。やっぱり事前研究にね、本当に余念がないタイプだから。甲冑結構重たくて、びっくり腰になったんですよ。何日か前に言わんとくる腰になったから、まあ、今日作るようにというメールを送ったんですけど、まあ、特に変じゃなかったんですけど。ゴリにゴザルをつけるとなんとなく、はい、それっぽくなるという、そうです、木村定石がいいなと思いました。そうですか、藤井さん、佐々木さん、その点の不安とかっていうのはあるのですか。はい、改変参考になったでござる。もうサービス精神が非常に何か旺盛になったなっていう気がしますよね。特に指導した覚えは全くないですけども、うん、まあ私の背中を見てくれてるのかなと、ね、オチをつけるようにしてるのかなとかね、思ったりします。